中日本航空のセスナ208キャラバンセスナ208キャラバンはセスナ社が開発した単発ターボプロップ汎用輸送機。セスナ社のブッシュプレーンとして DHC-3 ウォッターやセスナ製のその他航空機の後継を狙った10座席の機体として開発された。試作機は1982年12月9日に初飛行。 基本的な外見は172スカイホークなどの従来のセスナ製単発機を踏襲しているが、横に3隻並べることができる幅広活大容量のキャビン、胴体左側に追加した貨物ドア、短距離離着陸性能の向上を狙った長い主翼が特徴で、最も大型のセスナ製単発機となっている。フェデックスの要求に基づき、カーゴマスターと呼ばれる貨物輸送専用型も、 開発され、これにより本機は驚異的な販売実績を上げることとなった。この型から、胴体下にパニエと呼ばれる貨物収容パックを装備し、外見上の大きな特徴となっている。カーゴマスターの使い勝手が良かったことから、胴体を延長した貨物輸送型スーパーカーゴマスターと、それを元にした汎用輸送型グランドキャラバンへと発展し、現在も生産が続けられている。 軍用機としても言う -27 の名称で販売され各国の軍隊で使用されている。総生産数は2000機以上。なお、フランスのランスアビアシオン社がセスナ製双発機をもとに開発した双発ターボプロップ機 F406 がキャラバン2の愛称を持つことからキャラバンアイと呼ばれることもある。 フェデックスのセスナ208バイトスーパーカーゴマスターセスナ208バイトグランドキャラバンヘルファイアを放つイラク空軍の AC-208 セスナ208ありがとうございます。